ジーランディアの範囲海底地形、赤部分の水深が浅いジーランディアは、ニュージーランドニューカレドニア周辺地域に現存する大陸近く。9割以上が海面下にあるタスマンティスとも言う。ジーランディアという故障は、1995年にブルース・ピー・ライオンドイクが、ゴンドワナの断片化モデルの中でニュージーランドを含んだ大陸の総称として提案した。ジーランディアは、 1> 約1億3000万年前、8500万年前に南極大陸と分裂し、さらに約8500万年前、6000万年前にオーストラリア大陸と分裂し、その後そのほとんどが海面下に没したと考えられている。現在のようにジーランディアがほぼ完全に海面下に沈んだのは約2300万年前と推定されている。 地質学的な証拠が弱いために断言はできないが、論証の結果から当時、ジーランディアはそのすべてが海面下に没したのではないかとも言われる。現在、ジーランディアの約93%は太平洋に沈んだままになっている。ジーランディアのほとんどが海面上には現れないのは、ジーランディアの下の地殻が一般的な大陸地殻よりも薄いからである。 ジーランディアの近くの厚さは約2 0トルほどしかないために地球のマントルの上では現在の海水面よりも上に顔を出せるほど高くは浮かび上がることができない。海面上に出た部分としてボールズピラミッドがある。ジーランディアの面積は約350万平方キロメートルである。この面積は世界最大の島として分類されている。 グリーンランドよりも広くア大陸の一つであるインドは大陸に匹敵し現在最小の大陸とされるオーストラリア大陸の4割程度の面積に相当するジーランディアは南北に細長い形状をしておりジーランディアの北端はニューカレドニアで南端はニュージーランドのア南極諸島であるなおジーランディアの中で 海面上に顔を出している場所として最も広いのはニュージーランドであり、その次がニューカレドニアである。ジーランディアのうち現在の海面上の面積の合計は故障なども含めて286,655平方キロメートルである。このうちニュージーランドが267,988平方キロメートルと全体の約93%を占める。これには、 ニュージーランドの南東北島とその周辺の島のほかに、アンティポデス諸島、オークランド諸島、バウンティ諸島、キャンベル島、チャタム諸島が、ジーランディアに含まれる。なお、ケルマディック諸島とマッコーリー島は、ジーランディアに含まれない。ニューカレドニアは、本島と周辺の島々を合わせて18,576平方キロメートルで、全体の約7%ほどである。 このほか、オーストラリアの領土となっている、ノーホーク島、ロード、ハウ島、エリザベスリーフ、ミドルトンリーフといった小さな島が含まれる。ジーランディアの中の海面下となっている場所としては、ロード、ハウライズ、チャレンジャープラトキャンベルプラトノーホークリッジ、チャトムライズがある。他に、太平洋に存在する海大の一つである、県海大などもジーランディアに含まれる。 県海大は海洋底のプレートを形成する岩石よりも密度の低い比較的軽い大陸性の岩石によってできている。したがってこの部分は海中に没しているものの大陸近くの一部である。この県海大は今から約6300万年前から5200万年前の間にオーストラリアの北東部から分離したと考えられている。その後は ジーランディアの一部となっている。なお、見かけ上離れているギルバート海山もジーランディアの断片の一つとされる。ギルバート海山がニュージーランドの陸海の一部である証拠としては、近くの厚さなどが挙げられる。ちなみに、ボロンズミヤマについては、どのようにしてジーランディアと強固につながっているのか、なぜジーランディアの移動に伴って試算しないのか、明らかになっていない。 ジーランディアには、ほぼ平行に並んでいる2つの尾この2つの尾根は、オーラ高原によって分断されている。この2つの尾根は、海底から、おおよそ海面下1500メートルから1000メートル程度まで立ち上がっており、場所によっては、海面上に顔を出して島を形成している。これらを構成している岩石は、地球では、比較的比重の軽い、大陸地殻性の岩石である。 この部分の近くが一般的な大陸近くよりも薄いため、そのほとんどが海面上には現れず海面下に没している。この場所の近くの厚さは約 20km ほどしかないために地球のマントルの上では現在の海水面よりも上に顔を出せるほど高くは浮かぶことができない。約2500万年前に太平洋プレートに乗っている。 ジーランディア南部がインドオーストラリアプレートに乗っているジーランディア北部に対してずれ始めた。このために生じた移動がアルパイン断層に沿ったものであり、その移動距離が約 500km であることが地形図から明白に読み取れる。この動きに伴って生じたプレート境界付近での圧縮によって南アルプス山脈は隆起したが速やかに侵食されたため、その高さは低くなった。 また北部では太平洋プレートの沈み込みによってジーランディアの広い範囲に火山活動を発生させた。このジーランディアの火山活動はゴンドアナ大陸の分裂によって生じた大陸断片の動きが関係している。ジーランディアの火山はあちこちに存在し、それらは一般的にはそれほど大量の溶岩を噴出したわけでもないが、そのような小さな火山ばかりではなく中心よの。 後半には巨大な縦状火山も出現した。それに加えて、白秋終盤から新生代の間もジーランディアのいくつかの地域で火山活動があったという説もある。ただし、ジーランディアの北部にあるロード、ハウライズは中心世のうちに定位置で溶岩を近くの上へと供給し続けるホットスポットを通過しているため、実際にどうだったのか未だに議論が行われている。 なおこのホットスポットを通過した結果、太平洋に存在するミヤマの列の一つであるロードハウ、ミヤマ列が形成された。このミヤマ列は中心よに形成されたと考えられており、約1 0 0 0トルにわたって、ほぼ南北に連なっている。これはこの時代、ここのプレートが北に向かって動いていた証拠の一つとされている。ジーランディアは現在ほとんどが海面下にある。 この海面下の地形があるおかげで一帯は良い漁場となっている。したがってジーランディアはニュージーランドなどの沿岸漁業を助けているという言い方もできる。ニューカレドニアはジーランディアの北端に位置する。一方、ニュージーランドの南東と北島はプレートの境界付近に海底からそびえ立っており、このプレート境界がニュージーランドを分断している。これらの土地には アーウカリアスやパデカープスを含んだ南極の植物症が分布している。また、クリオ湾には現在のカウリやノーフォーク松と密接な関係のある古代の森が化石化したものが現存しており、ここでは約1億8000万年前のジュラキに生育していた植物の化石、つまりジーランディアがゴンドワナ大陸から分裂する前の植物の化石を見ることができる。 ここにある化石は、火山性のデリューによって埋まった植物が、その後徐々に計算しように置き換わったものであり、海によって侵食されたことで地上に露出して、今に至っている。なお、ジーランディアの元々の動物賞に哺乳類は含まれておらず、元来は哺乳類のいない土地だったとされていた。しかし、2006年に中心洋に生育していた哺乳類の顎の化石が発見された。 ボールズピラミッドにはロードハウナナフシが生息しているが、付近にあるロードハウ島の個体とは、差異が見られる。2020年に海洋研究開発機構の地球深部探査船、地球による潜水調査が計画されている。A.B. キース・ルイス・スコット・ D. ナダーライオネル・カーター・ジーランは、ザ・ニュージーランド・コンティネントであら・テあラ。 ザエンサイクロペディアオブニュージーランド、キャンベルハミシュジェラルド・ハッチングインサーチオブ・エンシェント・ニュージーランドノース・ショアニュージーランドペンギン・ブックス p 166 p 167 ISBN 978から0から14から30万2088からに失われた大陸ジーランディアに関する調査記事ザ・ドミニオン・ポスト29セプテンバー2007モーティマーニック ジーラニア、オーストラリアンアースサイエンシズコンベンション、メルボルン、オーストラリア、i P-4, ウッドレイボーン・スタグプールイアン・ライトブライアン・デービー&、フィル・バーンズニュージーランドエス・コンチネンタル・シルフアンクロ・アーティクル76、インスティチュート・オブ・ジョバロジェクルアンド・ニュークリア・サイエンシズ・リミテッド、ナショナル・インスティチュート・オブ・ウォーター・アンド・アトモスフェリック、リサーチ、P-16、 フィギュア4ベースメントロックスオブニュージーランドアンクロアーティクル76ザラントマスコンチネンタルシェルフアンドディープオーシャンフロアアッコリションアンドスチリングホッシルフォレストフィーチャーズオブクーリオーベイポーパスベイハットキャンベルハミシュジェラルドハッチングインサーチオブエンシェントニュージーランドノースショアニュージーランドペンギンブックス P183 P184ISBN978 から0から14から302088万からに第7大陸ジーランディア水没の謎に挑む探査船地球が海底を掘削へ。ありがとうございます。